Dreams are born of human beings. Human beings grow with dreams. That is dream heart. When you touch that vibration, a new dream will be born of you. Dream heart. ドリームハート。政教新聞がお送りします。皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ、今夜お迎えしたお客様は神の手を持つドクターと呼ばれるニューヨーク在住の外科医、加藤智明さんです。加藤さんは東京都のご出身、東京大学薬学部、大阪大学医学部を卒業後1995年に渡米、現在はニューヨークにあるコロンビア大学医学部の外科の教授を務めていらっしゃいます。加藤さんは多臓器移植の世界的第一人者で、技術的に大変困難と言われていた腫瘍切除手術を世界で初めて成功されたことでも知られていらっしゃいます。今日はそんな加藤先生をお迎えしていろいろなお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤先生ね、某公共放送の番組以来のでもなんかその後も本当忙しくされていて大変でしょ、ニューヨークと行き。まあそうですね、なんかこの2年ぐらいですかね、とにかくもう往復の数が増えたので。え、年間何回ぐらい往復されてるんですか？だいたい5回か6回ですね。大変ですね、うん、そうなるとどうですか、今ニューヨークと東京を行き来している中で両国の空気感とか。空気感、そうですね、まあ、東京がでもすごく本当の意味でのグローバルな都市になりつつはあるかなとは思うんですよね。そうですか。だからやっぱり外国人の数も多いですし、はいはい、それに東京っていうのがなんか特別な街の一つに並んでるのは間違いないなって気がするんです。パリ、ロンドン、ニューヨーク、そういう街に多分並ぶ街になってるのは間違いないと思うんですよね。でじゃあその中で東京だけがちょっとユニークなのは何かっていうと、日本人独特なものを守るということが一つと、はい、英語がなかなか通じないというのがもう一つと。ということで今日のね、加藤先生もちろんあのゴッドハンドということでも世界的な外科医なんですけど、実はですね今回いらしていただいたのが東京 FM、 FM 大阪でイングリッシュジュークボックスという番組をやってらっしゃる、そうなんです。これどういうことですか？どういうことあのね、もともと僕あのアメリカ行った時英語ですごい苦労したんですよ、はい、英語全然喋れないで、まあ、僕日本ではね人よりできると思ってたんですよ。でいざ学歴的に見ても英語はできる学歴ですけど、行ったらやっぱダメなんですよね。で特に病院はね、はい、あのその旅行とかで行くとか外国人が日本に来てる時はやっぱりちょっと手加減してくれる、日本人そんなに喋れなくてもいいと思うとこがあるじゃないですか、はい、それから仕事でも日本人のビジネスマンが海外に行って向こうで喋ってもそれなりにみんな手加減があるんですよね。英語うまいねみたいに。そう、それあるんですけど、うん、僕の場合病院だったのでいきなり病院に入って病院で患者さん見なきゃいけない、その日本でねもし仮に病院にかかって病院のドクターが日本語しどろもどろだったら嫌でしょ。そこでわざわざ手加減して話そうなんて思わないですよね。だってオペ室は真剣勝負ですもんね、うん、あじゃあいきなりそういう英語の厳しい状況に投げ込まれちゃった。そうなんです。いきなりじゃあもう要求水準が。そうだから、ある意味で当たり前なんですけど向こうで仕事するってそういうことですから、だけど向こうの仕事によってはそういうふうに突然飛び込んだ瞬間に要求水準がすごい高いところにあったっていうのもあって、それでまあすごい苦労したんですよね。でじゃあなんでこんなに苦労したのかなっていうのをまあ考えていた時に、やっぱりなんかどっかで英語の勉強の仕方がね、日本では勉強するけどなかなか喋るところにつながらない、実用につながらないところがあるのと、あの加藤先生はね東京大学行かれたわけですから、まあ日本人のそのいわゆる受験英語としてはもう本当に最高レベルだったと思うんですけど、それでもダメでしたか？いや受験英語じゃ話せないんですよね。ダメなんですね。ダメだと思いますね。だからいろんなところで多分僕もずっと誤解してたことがあって、でだん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 、まあそのもう20年になりますから、アメリカに初めて行ってからは、それである程度喋れるようにもちろんなりますよね。でなってきた段階でやっぱり相当回り道をしてたなっていう気がするんですよ。ちょっと待ってください、これ皆さん今日はいいでしょってことはね、これだけ優秀な加藤先生が回り道をして、それで今ねどうやってじゃあ英語を習得したか、そうもうちょっとね早い方法を皆さんにお伝えしたいなというのがこの番組の趣旨の一つでどうすればいいんですか？僕もずっとそうだったんですけど、アメリカに10年ぐらい住んでても洋楽ってね音楽かかってても聞き取れないんですよ。でこれがね聞き取れる人間と聞き取れない人間の間にだいぶ差があって、聞き取れる人間ってやっぱり英語力が伸びるんですよね、
へえ。でもなんでじゃあ英語が聞き取れるのと聞き取れないのがあるかって話になって、はい、昔ちょっとある人とお話した時に、はい、いやそれはね何歳に向こうに行ったかで違うんだぞって言われて、あいわゆる臨界期みたいな、そうそうそう、だから10代までに行くと普通に聞き取れる、はい、脳ができる、でもそれを超えたらダメなんだって言われて、うん、そうなのかなと思ってたんですけども、ちょっと頑張ると結構ね僕らの年でも聞き取れるなんですよ。あ、行けるようになったなるんですでなると、ええ、そこでねいろんなことが分かってきて、ええ、やっぱりここでかかってる歌が聞こえない、聞き取れないってことに僕らの耳の問題があるんだなっていう気がしてきたんですよね。だってポップスの曲ってほとんど普通の会話のような言葉なんですから、まあ そうですよね、それが聞き取れないって本当はおかしいじゃないですか。おかしいですよ ね。だから歌で勉強するっていうのがすごくいいなと思って、はい、まあ、それを自分自身でもやってたんですね、まあ、ラジオでねトップ40って言ってビルボードのトップにいる曲ばっかりをかけるチャンネルっていうのがアメリカにどこにでもあるんですけど、まあ、そういうトップ40のチャンネルをずっと聞いてたんですね。それはあれですか、あのお忙しい日常だと思うんですけど、どんな時間帯に？もうほとんどあの朝夜の車の中ですね。通勤の時に？通勤の車の中ですね。でも最初聞き取れないわけですよね。最初は全く聞き取れない。どうやってそれが聞き取れるようになっていくんですか？もちろんそれは自分で歌詞カードを見て聞き取れるようにってやってたんですけど、うん、はい、でもねだんだん分かってきたのがね、歌詞カードを見て理解してもいざかかった音を聞くと聞けないんですよ、はいはい、でそれぐらい僕らの頭の中は耳から入ってくる音と目で見る英語との間がディスコネクトされてるんですね。違うんですね、はいはい、でその時にねちょっと思ったのがね、全然聞き取れなかったと思ってた英語の歌詞を看護師さんがねたまたま病棟で口ずさんでることがあるんですね、はい、まあ、歌がかかったら一緒に口ずさんじゃない、口ずさんでる歌はね突然聞き取れるんですよ。へ、だから多分その馴染みのある声で喋ってるか、またはそれか逆にもうちょっとゆっくりなのか、はい、または歌を聞いた瞬間からもう聞き取れなくていいっていう頭がどっかでスタートしてしまって、はいはい、本当はもしかしたら聞き取れる能力が全くないわけじゃないと思うんですよね。最初からそういうふうに聞き取ろうとしてないとっていうことなんじゃないかなと一つ思って、おでそれからともう一つ大事なのは、あのさっきも言ったけど歌詞を読んで聞き取るのと誰かに言ってもらって聞き取るのだと、誰かに言ってもらって聞き取った時の方が次に歌を聞いた時に絶対聞き取れるんですよ。あ、そうですか。要するに音で覚えたので、はいはいはい、読んで覚えてないから目で追ってないので、はい、そうするとやっぱり聞き取りにいいっていうのが分かって、これはラジオでやるのにすごく意味があるなと思って。ということで今やられてるのがそのイングリッシュジュークボックスって、これやっぱり加藤先生から見て日本人がその英語ができないということがグローバルな世界の中で問題だと感じてらっしゃる？やっぱ間違いなく問題だとは思うんですよね、うん、やっぱりねコミュニケーションって直接に話してやらなきゃ分け合えないじゃないですか、はい、うんうん、でアメリカでもう20年以上いるんですけれども、うん、そうするとその間にもういろんな国の人と話すんですよ、うん、特にアメリカはもういろんなとこから人が来るでしょ、はいはいはい、例えばそのイラク戦争をしてる時に僕の病棟にはイラク人で働いてる人もいたんですね、当然家族大丈夫ってみんな聞くわけですよね、うん、で家族大丈夫って聞いていやなんとかなん大丈夫みたいななってなんとなくそういう会話が普通にできる、そうするとその瞬間にイラクに人たちの家族と気持ちがつながるじゃないですか、はいはい、そういうのって多分すごい大事なんですよね。そうか、加藤先生はこの方法で今何年ぐらい、もう自分自身が洋楽を聞くようになってからまあ大体10年弱ぐらいですね。で実際にやっぱり英語変わりました？やっぱ変わりますね。あ、変わりますね。そうですか、はい、でその普通のね会話で話すこととか、はい、それから人に訴えかける言葉っていうのはやっぱりね単純な言葉なんですよね。単純な言葉の中にはもちろんスラングも含まれるんですけど、そういう一般に使われてる言葉っていうのができないとやっぱなかなかね打ち解けた会話にならないしなるほど、打ち解けただけじゃなくて、ね、そのリーダーとして他の人に語る時にも実は本当にできる人たちにはそういう言葉を使うんですよね。堅苦しい言葉で演説みたいなことを言ってもなかなか人の心には響かないじゃないですか。だからそういう意味でもその、まあ、普通の人が普通に使う言葉を覚えることで大事で、じゃあそういう言葉を日本の高校で教えてくれるかっていうとかなり教えてくれないんですよ。でもこれイングリッシュジュークボックスというこの番組でやってらっしゃるメソッドっていいじゃないですか。これだって今の英語ですもんね、洋楽今の英語、それから普通に会話で使えるのはいいと。それが確かになかなか日本人はねまだ学ぶ機会がないと思うんですよね。でそれをだから僕もね、うん、どこから引っ張ればいいかって、その映画とかね、はい、テレビドラマとかもあるんですけど、はい、映画とかテレビドラマってそんなにしょっちゅう何回も見ることもないし、はい、そこらでかかってるわけじゃないじゃないですか。確かに。とか歌は一旦こうやって聞き取れるようになって、そうすると街でかかってるんですよね。あ、そうそう、何回もその復習する機会があるっていうか、そういう意味では本当に、ね、すごい確かに素晴らしいでしょ。今拍手してます皆さん、拍手してます。でもいや、さすがでも加藤先生だけあって非常に合理的だし科学的なメソッドですね。ちなみにあのその英語を勉強するって意味で洋楽を聞くってのいいと思うんですけど、おすすめのアーティストいらっしゃいます？
テイラー・スウィフトはもう第一のおすすめで、はいはい、あとまあブルーノ・マーズ、ブルーノ・マーズ、はい、これも非常にいいですし、はい、そういうそのポップな歌はアイドルに近いわけですけど、はい、やっぱりね歌の歌詞が会話に近い、分かりやすい、はいはいはい、でね、ロックの歌とかねやっぱちょっと歌詞分かりにくいんですよ、ちょっと小難しくなってるんですね。でも加藤さんのねお話を伺ってて目から鱗だと思ったのは、いわゆる本当に日本でいうとアイドルスターみたいな、ちょっと本当に今風のシンガーの方がかえって今の英語を知るにはそうそうそういうことなんですよ。で日本語だってそうでしょ。まあそうですね、確かにあの AKB とかね、うん、多分そっちの方が絶対いいんですよ。確かに全てなんか本当うなずける話なんですけど、でもねこれやっぱり加藤さんが20年間アメリカにいらしてこうやってね日本に来ていろいろ感じる中で出てきたことなんて、これぜひちょっと改めて皆さんぜひ聞いてくださいね。これイングリッシュジュークボックス毎週火曜日、東京は火曜、大阪は毎週日曜日、ちょっとぜひ皆さんチェックしていただきたいんですけど、あの今週はそろそろ時間がなくなってきちゃったんですけど、あのいろいろでもねあの日本の英語教育を革命するようなお話伺ってありがとうございました。あの加藤先生、来週もねこの話もしたいんですけど、さらにあのゴッドハンドと呼ばれる画期的な外科手術の方法なんかね編み出されたってこと、そこら辺りもぜひお伺いしてよろしいでしょうか、はい、来週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ドリームハート、今夜はアメリカで活躍する世界的な外科医加藤智章さんをお迎えしました。Dreams can't be seen, with a naked eye. But we sure can live our dreams. Dream heart is in you, and it will make, a brand, new you. Dream heart. 日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしています。ドリームハート、今夜は神の手ゴッドハンドを持つドクターと呼ばれるニューヨーク在住の外科医加藤智章さんをお迎えしました。びっくりしましたね。加藤さんはもう外科医としてすごい方だっていうふうに思っていたんで、英語のね学習法についてもこのように非常にユニークな、しかも倫理かなった方法をね確立されてるっての本当びっくりしまして、いいですね。テイラースイフト私知らなかったですけど、こういうやっぱり洋楽をね聞くとまさに今の英語が身につくということで、これあの加藤さんがね外科医として本当に厳しい現場の中で自ら身につけてこられた方法なんで非常に参考になるなと思いました。ぜひ皆さんも加藤さんのね方法を実践してみてください。そしてイングリッシュジュークボックスという番組もぜひお聞きください。さてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。さあ来週も加藤智章さんをお迎えしお話の続きを伺います。どうぞお聞き逃しなく。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。ドリームハート、政教新聞がお送りしました。